ポイント等を付与するポータルサイト事業者等を通じて寄付を募集することを禁止すすることといたします総務省が禁止としたのはふるさと納税のポイントを付与する仲介サイトを通じた寄付の募集ですこれまでふるさと納税をめぐっては自治体による返礼品競争が勃発。 これを鎮めるため去年10月総務省は送料や返礼品の調達費など自治体の経費を寄付額の5割以下にすることとしましたその一方で争いがヒートアップしていたのが仲介サイトのポイント付与による集客合戦実際皆さんの中にも最大で何パーセントポイント獲得 なんて文字に引かれてサイトを選んだ人がいるのではただ総務省によると交代サイト事業者さんに払われているコストのうちの二三割だったと思うんですけどポイントになっているのではないかという話があるわけでつまり自治体が仲介サイトに払っていた手数料の一部が ポイント還元に使われているのではないかということ。だとすれば、ポイント付与を禁止すれば、自治体のコストを減らせると考えたのです。ただ、これに仲介サイトを運営する楽天が猛反発。民間原資のポイントまでも禁止し、地方自治体と民間の協力、連携体制を否定するものであり、 各地域の自律的努力を無力化するものです地方の活性化という政府の方針にも大きく矛盾しています総務省によるポイント付与禁止に反対署名を実施したのです一方、ふるさと納税をめぐっては長年頭を悩ませている自治体も世田谷区のふるさと納税が まあ現在、速報値で109億5277万8000円と、まあ、こちらですね、ふるさと納税のまあ流出額が、ずっとこう増えていき東京・世田谷区の保坂区長が嘆くのは、住民税の流出ですその額、今年度分の速報値で109億円以上。 とはいえ都会から地方にお金が分配されることは悪いことではないはず果たしてどんな問題があるのかふるさと納税のあり方を考えますではゲストをご紹介しますふるさと納税による住民税の流出が100億円を超えている東京世田谷区保坂信人区長ですどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします そしてもう一方ふるさと納税の比較サイトふるさと納税ガイド編集長の富田圭介さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずですねふるさと納税による寄付額は年々増加していまして1兆円に届こうとしていますそんな中政府はポータルサイト利用者の獲得競争が過熱しているとしてですねポイント付与を来年10月から禁止するというふうにも発表しました まずですね冨田さん、こののサイトの仲介サイトの運営でどうやってお金を収益を得ているのかという仕組みのところをまず前提で押さえておきたいので教えてていいいいただいてもよろしいですかはいえー、ふるさと納税制度はですね、うん、ま,あまずその各、えー、国民の人たちがですね、はい、ふるさと納税のポータルサイトを通じて各自治体に寄付を行います。うん でそうするとです、ね、自治体はです、ね、その寄付のお礼として返礼品と呼ばれるです、ねまあ、食品であったりその他いろいろなものを送るということになっております。で自治体はです、ね、そのふるさと納税サイトが、まあ、その自治体と一般の国民をこうつないでくれているというとことで,です、ね、代わりに手数料を支払うというモデルになっております。でふるさと納税サイトから 利用者に対してです、ねうん、ポイントが還元されるというサイトもあれば、うん、そうじゃないサイトもあるとといいうことになっています今、問題となっているのは自治体から左側に矢印が出ている手数料の部分がそのままポイント付与に使われているんじゃないかというところですよねまず自治体がふるさと納税サイトの運営会社に手数料を払っているというのは事実です。うん でただです、ね、ふるさと納税サイトの事業の運営者というのはふるさと納税事業だけをやっている場所というのはほとんどなくてあ他にもあ、まあ、例えば楽天さんであれば、はい 楽天市場をやっていたりとか他にもクレジットカードとか携帯電話とかいろいろなサービスを行っていて、はい、まあその中からですねいわゆる広告費としてポイントが支払われているということですのでその全体の中からあのまあその自治体というのはそのお客さんの中の本当にごく一部であって全体の中でポイントが支払われているのでまあ自治体からもらっているものをそのまま支払っているわけではないよと。 いうふうに、まあ、主張しているわけですね。ありがとうございます。はい、保坂さん、どう思われますか。今回のポイント付与禁止というのは。まあ、あの、ポイント自体はですね。うん、まあ、世田谷区でも、世田谷ペイという地域通貨を。データでやってまして。うんはい、これはなかなか普及しないんで、三割還元をやったところ、二年前ですが まあ6万ユーザーが一挙に倍になり今、30万近いユーザーがいるんですがただ、非常に効果的だというのは分かります、これはふるさと納税とは関係ないですがポイント自体、ただ、全体として109億あの流出しているわけですよね。で、自治体の,その住民税って地域の回避ともいって例えば、ゴミを収集したりあるいは道路がへこんでいたらしあの直したり。 あるいは学校が古くなってきた建て直したりでどうしてもなきゃいけないものなんですねでその109億っていったらもうとんでもない額なわけですまああの特にですねえ税金の使い道について自治体特に首長もあるいはその自治体職員もあの全部説明しなければいけないんですね区民から聞かれた時どういったお金をどういうふうに使ったかというとこ,これは何で何百万何千円なんですかっていうことも 説明すするる、まあ、義務があるんで,す、はい、でそういう意味ではその税である以上を皆さんからいただいたもので当然なんですが、まあ、109億のうちパーセンテージ仮に10%とすればあの0億円を超えるあのお金の使い道についてそれ企業はいろいろやってるっていうのはよく分かりますけれどもじゃ何に使われてるんですかってこう聞いた時に私は説明できないんですね。うんうんで その内容についてですね、やっぱりあの説明できるようにしてほしいという思いはあります。うん、あの仲介サイトに払っている手数料の10%の部分をどう使っているのかというのを民間企業がちゃんと説明しろということでか。そうですね。ねはい。税である以上、うん、当然ではないかなと。ありがとうございます。ちょっと皆さんにも聞いてます。すな、はい、さんどうですか。いやあの故郷納税のまあ始めた理由というかですね、それ自体は僕に、ね、すごくいいことなので、これ菅義偉で。はい。 前市長を始めた有名な話なんだけど結局今税金を国民全体から集めてで地方の,そのお金がない土地には町にはち地方交付税という形でお金を配ってるわけですよ。はい、で,で豊かなところはそれもらう必要がないので東京23区とかもらってないわけですよね、はい、あの地方交付税不交付団体という名前なんだけどでそうするとでも、まあ、例えば僕には東京に住んでいる人間から見ると。 まあお金住民税とか取られてそこから交付地方交付税が地方に行くとでもそれどうやって割り振られてるのか全然わからない、はいね、勝手になんか国がねそんな知らないところの土地に私何事だみたいな思うわけでしょ、はい、でもふるさと納税だとその分配を自分自身の意思でやるってことなわけですよね。うん、この街が好とだから今までだったらお金が一旦東京都に渡ってそれが地方交付税交付金っ形で地方に渡すのが、はい、直接自分が あのえ町を選んでその田舎の町に納税するっていう仕組みになったっていうのはある意味国民の,その納税の意識としてよりこう自分が好きな場所に払うっていう、ねいねね、そういう能動的にできるっていうのはすごくいいことだと思う、うん、ただまあ一方でねその結局好きだその町が好きだからふるさと納税するっていうんじゃなくて今の,あのポータルサイト中心だとカタログショッピングになっちゃって。はい そう,いう面もありますよ、ねね、バーッと眺めて結局だからどこがねすごい人気あるかっていうと肉と米なんですよ、ねはい、両方とも必ず食べるししかも日持ちがする肉は冷凍できるし米は貯蔵できる、はい、で野菜がうまい町とか意外に儲かってなくて<ー>野菜は日持ちしなないからなんですあと魚もいまいちなんですよね魚もやっぱりそんなに長く日持ちしないからっ結局肉と米ばっかりになっちゃうっていうねこういうなんか偏った人気が出てしまってるって問題はやっぱりあって。うんうん だからなんか入り口をポータルサイドって全盛でみんなどこもやっててそこでみんなふるさと納税してるんだけど、うん、なんかそうじゃない形でもうちょっとこう、ね、その町に愛着が持てるような形に制度設計というかねふるさと納税について私もすごい使ってるんですけどもともと言われているその税金っていうのは、はい、あの公共サービスを受けるものであって返礼品を受けるものじゃないっていうこととかあと、まあ、やっぱどうしても富裕層の方が有利になってくるっていうその公平性がどうなんだっていう。うんうんうん 今よくこれって指摘されてましたよね、そんな中であの、ポイントを禁止するっていうところをに選んだ理由、競争が激化しているとって、にもあるじゃないですか、要因って、はい、そのなんで今回、ポイントにしたのかって、狙いは何なのでしょう。そうですね、やはり、ポイントで各社が、ですねうちは30%還元だ、うちは最大で40%還元だというようなことがですね、まあ、目立ったというのが、正直なところかなというふうには思います、ねはい、これ、仲介サイトは、そのポイントを禁止されることのデメリットってあるんですか えー、これはです、ね、正直メリットとデメリットどちらもあると思います、はいえー、デメリットとしてはです、ね、やはり競合の,の,のふるさと納税サイトに負けないように差別化の方法としてポイントの付与ということを考えてきたので、うんまあ、そういう差別化がしづらくなる、うんえー、ということがありますしあとは新たにふるさと納税を始める人が減るかもしれないみたいなリスクもあると思います。うん、一方ですね、まあ、この ポイント競争をやっていくという中で 30%40% 先ほど申し上げた仲介サイトは10%ぐらいしか自治体は払っていませんので、はいうん、じゃあその差額というのは結局マーケティング費用だったわけですよね。そうなりますよね、はい、なので、えーとまあ、この楽天さんとかがですね、まあ、あの自分たちの原資でやってるんだっていうふうに言ってますがまさにそういう側面もあったわけでなので、まあ、そういう意味においてはです、ね、この終わりなきポイント競争が終わったということはですね、まあ、各ふるさと納税サイトとしても、まあ、ちょっとこう 一息ついてけるというような面もあるんじゃないかなと思いますね。はい、国としてはどうしていきたいんですかね。この先、ふるさと納税、その寄付額とか控除額の上限を下げていくのか、それとも今のまま。ま現状維持でいきたいのか、どう思います?いいすか。現状では。あの、おそらくですね。国として、そのポータルサイトも応援してきたし、まあ、応援というか、まあ、便利だなと。どんどんやってくださいと言ってきたわけだし、利用額が増えれば増えるほど政策の。 成功だというふうふにやってきたわけですねだから今回総務省がポイントを禁止したと僕は非常に中途半端あの一部分の選択だと思います。というのはそもそもみんながその幸せになる笑って笑って全員が OK っていう世界ないんですよね。やっぱり自治体の会費って言いましたそれをその穴が開くわけです百100億円を超えて。 穴が開くとその穴埋めなければいいけないどこで埋めてるかそれは税金で埋めてまいますふるさと納税使ってない人の税もそこにこう入れていかなければいけない、うん、今度何が起きるかっていうとサービスの低下が予想されるでしょそれだけ109億円なくなるその結果やれたことができなくなる学校を直そうしかしこれはちょっと延期しなければいけないとかあるいはさまざまなその街が汚くなるとか。あの日本は その道路に穴が入ったら補修しますよね、うんはい、これは当たり前ですがまあアメリカなんか行くとやっぱり穴,だ穴なんかをそんなに補修されてないだからそういう意味でそういうお金がサービスと自治体サービスと考えてみんなが会費を払っているところをそのやっぱり削ってるんだってこともぜひ考えてほしいと保、ねうん、坂さんのおっしゃることは全く正論だと思うんだけど、うんうん、僕一方だよねただ僕友人で40代でですね、うん 新潟県の中越の田舎町から世田谷に引っ越してきた人いるんですよ、はいはい、で世田谷に引っ越して何一番驚いたって聞いたら、うん、小学校が立派だよね区立小学校、うん、僕あの田舎の、ね、小学校はね体育館の玄関とか壊れてて冬になると雪が降り込んでくらい積もってるぐらいでもボロボロだったのに、うんはい、世田谷の小学校はどこもピカピカの体育館だよねって、うん、そんだけねやっぱ不均衡があるんですよねだから人口少ないからしょうがないじゃん、うん 世田谷は90万人以上も人口がいて豊かだからそれはいい証拠できるよねって話なんだけどでも本当にそれだけでいいのかってだったらその新潟のね体感ボロボロの田舎町の自治体にふるさと納税したいって気持ちがあってそっちのお金が流出しても僕はそれはある意味人の善意としてありなんじゃないかなってあまりにもねそのお金があるのは当然だからこの世田谷のね豊かさを維持しなきゃいけないっていうのはちょっとおごりの感じがしますけどね僕は。豊かさではなくて基本サービスのところが 将来危う私ふるさとを応援するとかねあの自分の生まれたところをちゃんとこうカバーしようというそれいいと思いますだから災害が起きた時に寄付するとかいうのもいいと思うんですけどもでもやっぱり今の状態ってやっぱりどの肉が美味しいのかどのワインがいいのかというその商品で,選んで、うん、そ,それになっちゃったらいけないけど、うん、でもそうじゃないところ例えば僕は最近だとね、うん、その 災害が起きた被災地に必ずふざとを、はいはい、それ返礼品なしなんですよ。うん、寄付ですよね。うん、その代わりそれは自分が僕は下渋谷に渋谷区の納税分がその被災地の和島市とかに行くっていうね。うん、でもそれは別にいいじゃないですか。うん、それはいいですよ。だそス,テステーキとかね、ステとかになっちゃうの確かにまずいと思いますけど、そのお金がある程度富がね、その平準化されていくとか裕かなところから少しね、税金の形でその貧しいところに流れていくってのは僕は全然構わないとおもい、そこをね。 そんなことしたら世田谷区のサービスを取ってしまうっていうのはちょっとなんか金持ちのおごりな感じがするんですよ。ただちょっと思うのは、じゃあ本格的にね、うん、取り戻せと、うん、ぼやぼやしてないで、もっといろんな開発して、じゃあ東京にしかないこう例えば技術とかあのソフトで例えばそのデザインとか設計とかそういうものをどんどん出して、そこからまあ、うん、取り戻せっていうのは僕は。 ちょっと違うような気がするんですねうん、うん、それはやっぱり地方で限られたその高額所得者つまりさっき言いかけたのは要するに上限がないわけですよこの制度って、うんうん、つまり住民税が高い人は高い人分だけ、うん、分だけできるんですねだからやっぱりこの上限をあの設けていないだけにですね限られたその高額所得者の方がいやそういうものを都市部でもうしょうがないから取り戻せっていうものが、うん 当たってそこで逆流を始めたらそれはまずは制度としておかしななことになるわけですよね、うん、例えばあの、うん、寄付金が1,000万円ぐらいできる方にとっては一回その農、えー、とふるさと納税を使うことによってその、ね、納税額がガクッと変わってしまうということで,ってことですよね、うん、だから1,000万円ぐらいできるといろいろ選べるじゃないですか、はい、で選べる中に今まではみんなその、えー、地方の名産品とかそういうのを選んできたんだけど。 都市部ならではのその魅力あるものもっと金額高いものであの要するに前に車とかやろうとそういうものはもし仮にあったとしたらそういう競争を私は地方を支えたいしあのそういうこう競争関係であのぶつかりたくない本当カタログショッピングだけになっちゃうと今お坂さんおっしゃったような危険さ確かにあるんだけどただね一方でいろんなアンケートとか統計調査見てみるとそのふるさと納税例えば野菜を買いましたその 買ったのを見て、あ、これはいいなと思って、じゃあ、実際旅行に行った人がどのぐらいあるかって、四割ぐらいいるんです。意外に高いって、だから。もともとふるさと納税ってのは、ほら関係人口という言葉があって、うん、単なる観光客でもなければ、住民ではないんだけど。まあ、リピーターでよく行くとか。はい、えー、その二拠点居住してるとかね、うん、なんか、そういう関係人口を増やさなきゃいけないっていうのが、ふるさと納税の最初の。目論見の一つだったって意味で言うと。ふるさと納税したことによって、そこに旅行にした人が四割いたっていうのは、相当関係人口の育成に。手伝っているわけですね、うんうん、だから。 川ナノシも、ね、そのカタログショッピングでその返礼品の魅力だけで動いてるわけでもないかな。その面も確かにあるんですけど、だからどっちかといえばその土地とのつながりをどう作るかっていう方向に少しずつシフトさせていけば、穂坂さんがおっしゃってるような問題っていうのを薄れるんじゃないかなというのを僕は期待してるんですけど。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。